ここまで難航するとは私たちも想定外だった。と、言いますと？我々も君のことは徹底的に調べ上げた上で君を、あんたらの手足になったつもりはない。見込み違いだった点も、いくつか見えてきましたがね。やはり訓練なしのあなたには荷が重すぎるようです。その点、飯綱丸は素晴らしかった。市場を殺して任務に当たってくれてました。要望。か、わかりました。今後は注意します。あなたへの期待は今も変わっていません。そこをお忘れなく。飯綱丸の行方を追うのはここで終えます。いくら彼女でも、死んでいる。ですね。組織からすると死んでくれていた方がむしろ都合がいいですから。次の任務です。八雲ゆかりを調べなさい。失敗すれば。はい。前の担当者の残した書類です。漏洩を防ぐため持ち出し現金なので、これさ、メグムが担当してたんでしょ？やっぱりそうか。なんで今まで教えてくれなかったの？極秘の情報ですから。でも司さん、うすうす感づいてはいましたよね。メグムのことを追えば追うほど見えてくるのは組織と八雲。うすうすどころか確信してたさ。例の協力者と取引は？驚くほど問題なく取引成立です。まるで我々を待っていたような感じでした。上出来じゃないか。あやちゃんさ、今夜空いてる？特に今予定は、ミスティーの、いや、人里を外れた場所の方がいいや。いっぱい、付き合ってくんない？私でよければ、ぜひ。すみません、新聞部の方のヘルプで遅れました。いいよ別に、私も今来たところだし。あ、そういえばあやちゃんの表向きは新聞部だったね。我々が情報部だというのはくれぐれもご内密に、してるさ。それより今の行動、不自然だったよ。いつでも監視されてるような気持ちで生活しなきゃ。すいません。でも司さんも今のは、私がそばにいるうちは少しは安心しなよ。周辺への注意は人一倍、いや100倍は優れてるから。これじゃどっちが後輩かわからしませんね。はい、安酒だけど、いただきます。いくつかお尋ねしても、答えられる範囲でなら、司さんはいつから飯綱丸様と？はっきり覚えちゃいないな。お互いまだ未熟だった時だし。気が合うっていうか、ただ顔を合わせる回数が多いだけの関係みたいなさ。飲み仲間。かな？それがいつからだろうね。あいつがいるのを普通と思い始めたのは。普通、メグムは君にも言ってなかったかい？普通はこのご時世、贅沢なものだって。何度か、言われた時に気づけばよかった。もっと早く。飯綱丸様のことを、もうわからない。でも、この気持ちのおろしどころを見失っちゃった。明日に備えて今日はここらで。はい。メグムの調べは概ね私の考えと同じ。ただ、どうして八雲ゆかりはそこまで白霊一族に固執するのか。そもそも白霊が人柱になる考えは八雲から。なのに今になって白霊一族の負担を減らそうとする。白霊一族に情が？いや、まさかな。大妖怪だぞ。ありえるんじゃないですか。以前飯綱丸様も同じような仮説を立てておられましたし。あ、一応上層部の方々も。でも仮説の域を超えないため会議では何も、なんでこんな簡単なことに気がつかなかった。それにあやちゃんもあやちゃんだ。どうして最初に教えてくれないの？君なら調べもついていただろ。すみません、上から教えるなと。また上か。まだ私の力量を見定めてたのか。いつまでもいつまでも鬱陶しい。今さら突っ込んだ片足を引き抜こうなんて考えないのに。あやちゃん、上に提案したいことがある。そのために今一度、現状を初めから教えてくれるかい？はい。八雲ゆかりは幻想郷を創設した賢者の一人で、現在、実権ある賢者の中で最も力を持っている存在、管理人。しかし幻想郷の維持、管理は八雲の要力をもってしても困難であるため、新たに他5名の後継賢者を選出。それぞれが幻想郷の維持管理のため、様々な権利を有した。しかし時は流れ現在、様々な思惑が錯綜し、果ては権力争い。八雲ゆかり本人も幻想郷維持のためとは言い難い掟の改正を提案。無論、幻想郷に生きる者たちは混乱と不安の渦の真っ只中ってわけです。全部組織も組織として賢者に選出されていて、八雲とは対立。平和維持のため色々と私らが暗躍してる。か。よし。根本の認識は同じだね。一体何を、確認したかっただけさ。一応ね。ごめんなさいね、お体弱いのに呼び出して。弱いんだか強いんだか。白霊の巫女なのに情けないよ。まだ候補ですよ、娘さん。取引に応じてくれてありがとうございます。あなたが我々の協力者になってくれてこの上なく感謝してます。私にもう先はないからね。この体だと。早速情報提供してあげる。誰かに聞き耳。強力な結界を何重にも張り巡らせてる。思った以上に寿命削っちゃったけど。
絶対に大丈巫。誰にも知られないよ。感謝します。あんたらが考えてる通り、ゆかりは私たち白霊の一族に特別な情を抱き始めてる。それがこの情勢を生んだ。でもそれは始まりに過ぎない。奴は実験。いや賭けとでも言うべきか。とんでもなくヤバいことを考えてやがる。なんですって？これはあくまで私の憶測。それでも聞いて。いや、信じてくれるかい？信じるか信じないかは話し次第です。まあいいや、話すよ。信じるっていう返答を期待していたが仕方ない。どのみち君ら組織に頼るほかないし。権力のみ考えているうちの組織に。まあ見え方や捉え方は人それぞれ。私はあんたらに強い正義感を感じたから取引に応じた。正義感ですか。話を戻そうか。ヤクモユカリは幻想郷を何もかも作り変える気でいる。多分それだけじゃない。きっとそれ以上のことを。時間軸に触れる時空規模でのリセット。自分にとって都合のいい世界を。そんなこと。できるんだよ。私たちがとある結界をいじればね。他にもやり方なんていくらでも思いつくさ。先日、人間と妖怪の合同紹介が秘密裏に消された。そいつらが時間軸に触れるものを開発しちまったから。つまりそれって、可能性が高まったって話さ。まあまだゆかりが実行するわけじゃない。多分もう少し先の話だろう。これからヤクモユカリが白霊に向ける愛情が深くなっていくと。だろうね。君は大切な人を失ったことはあるかい？その痛みは埋められない。埋められないと分かっていても、言えるよう、何かを求め続けていく。君はすごいな。まだ幼いのに。私が、白霊の巫女が背負わされたものが大きすぎるから。現段階で話せるのはここまでだ。と言っても、ここまで話せば君はもう十分動けるだろ？それはどうでしょう。おいおい私を失望させないでくれよ。君なら信じられるって思って話したんだから。精一杯やれることはやりきってみます。うん。任せたぜ。時間軸に触れる時空規模でのリセット。自分にとって都合のいい世界を。彼女は四代目白霊の巫女の娘。つまり五代目候補になるわけですが。取引でここまで。信憑性は増すでしょう。それでも奴らにとって決定だとはいきませんか。いいえ。素晴らしい働きです。しかしヤクモユカリは本当に。天狗組織の幹部とこちら側の賢者で今後の方針を考えます。あなたには休暇を。ありがとうございます。また連絡します。あ、お久しぶりです。ミスティ、あ、何年ぶりだっけ？もうそんなに会ってませんでしたっけ？ごめんね、私も仕事しなきゃ生活できなくなっちゃってさ。私は自分のお店を手放しました。不況がずっと続いていて。そう？なんだ？はい。今はいろいろ転々としてます。それにしても、今後どうなっちゃうんでしょうね。五代目候補も病気が悪化したとかなんとかで。ほんと、どうなっちゃうんだろ？まあ怖がってばかりいても仕方ないです。元気出していきましょう。うん。変わっちゃいましたね。司さんも、変わらずにはいられなかった。あれから飯綱丸さんとは、会ってないんだ。向こうも忙しいみたいでさ。司さんが最後に店に来られた日、飯綱丸さんも朝に来てたんですが、司には押し付けちまった。でその時つぶやいていました。押し付けられたよ。いろんなこと。すみません、司さん。何が司さんだ。いい加減自分らが情報部だっていう自覚持てよ。はいはい、これから一緒に少年少女食いまくろうね。え？あ？え？何かごまかしてるんだろうけど。司さんの見た目でそのごまかし方はだいぶアウト寄りなんだよな。あやちゃん、罰金ね。なんでです。心当たりないとは。あやや。そうでしたね。一人だとしっかりできるんですがどうしても司さんがいると気が抜けて、私のせいですかそうですか。上からの指令が来ました。ヤクモユカリに揺さぶりをかけ、情報を探れと。とうとう来たか。引き継ぎは君になるだろうね。ありがとう。あやちゃん、ちょっとだけ、救われた。飯綱丸みたい、だったかな？どうでしょう。でも、あなたも私の上司でよかったです。そっか。頼んだよ。あやちゃん。やあ、司ちゃん。死んじゃったんですね。計画したのはあんたらの組織だ。君病むことはない。どのみち死ぬことは決まってた。ヤクモユカリは手はず通りここに来ている。奴を揺さぶればわかるんだな。ヤクモユカリの考えを。正確には弱みにつけ入れればわかる。だけど。十分。今ちゃん一世一代の大爆地だ。ヤクモユカリの好きにはさせねえぜ。あなたの覚悟、しかとこの胸に、お互い、またどこかで。司
的な未来を迎えられるように。おろ、おやおや、もしやもしや、やくもり神様ではありませんか。ランの親戚か何かかしら。またまたご冗談を。その様子だとまだ知らないようですねえねえ。五代目白霊の巫女候補が自害しちゃったってこと。近所に急いだ方がよろしいかと思いますよ。ヤクモリカリの魂の弱いところ、見えた。これで映し出せる。心の隙間から生まれるよ。てめえ、傘の方はうまくいけたようだ。悪いなゆかり、私は5代目を継ぐ気はない。でももう4代目は。大丈夫、それまでに絶対に私よりふさわしい5代目を育て上げてみせる。ああ、それとてめえに言っておきたいことがある。私らは、ドールじゃない。実験もさせねえ。そのために私は私の手で巫女を育て上げる。思い通りにさせてたまるか。あなたの言う実験、理想郷ができなかった場合時間を巻き戻す。どこで5代目候補がそのことを耳にしたのか、気に。貴様が、貴様が全て壊したとでも。違うね、こうなることは必然。あなたは冥界のあの亡霊のことを特別に思っている。いくらあなたが白霊の巫女を大切に思っていてもね、それ以上にあの人を大切に思っている。故にあなたが時折見せる影の顔、白霊の巫女たちが見抜けないとでも。そうか、それが本当のあなたの顔か。だから面白い、人も妖怪も。私は、もっとあなたたちを。まさか生きて情報を持って帰ってくるとは思ってなかったようですね。研究地又様、本当に、無事で、これは大したものです。本当に、ああ、本当に。しかしこれ以上私が組織にいても帰って迷惑になる。でしょ？ヤクモユカリにとってあなたは処分したという認識ですから、まったく、あなたは恐ろしい。魂の弱いところに入り込むという力を我々に隠していたなんて。隠し事はお互い様でしょう。情報を死体に置いているゆえ仕方ないでしょうが。最後の仕事です。引き継ぎの資料をまとめ、森の奥で隠居しなさい。手当は了解。本当にありがとうございました。ここまで働いてくれるとは正直思ってませんでした。あなたは影の人間ですので、表だって表することはできませんが、くだまきつかさ、あなたは我々の誇りです。お疲れ様でした。お疲れ様でした、木又様。お帰りなさい。長い間天狗組織への潜入、ご苦労様。これであなたの思惑通り、天狗組織の動きは読みやすくなるでしょう。ヤクモユカリ様。